マクシム・マクシモービッチ・リトビノフは、ソビエト連邦の政治家、外交官、外務人民委員、中米大使などを歴任した。1876年7月17日、ロシア帝国の支配下にあった、ポーランドのビアリスト国、ユダヤ人の銀行家の家庭に生まれる。本名はメールゲノフ・モイシェイビッチ・バラフ・フィンケルシテーン、略して、マクス・バラフ。 1898年ロシア社会民主労働党に入党する。1900年キエフ党委員会のメンバーとなる。1901年左翼運動に関係したことを問われて逮捕されるが、直後に逃亡に成功、スイスに亡命する。リトビノフは、1903年にボリシェビキに参加した、いわゆるオールドボリシェビキの一人である。革命運動でも当格を表し、 東本清掃した。ロシア本国と在外亡命者の連絡役として手腕を発揮したほか、陶機関紙、イスクラの編集から武器の買い入れまで幅広い活動に従事した。1905年の第一次ロシア革命では、サンクトペテルブルクで党の新聞、新生活の発行に当たった。1906年イギリスに渡り、ロンドンを中心に、 国際社会主義ビューローで活動する。1914年第一次世界大戦が勃発するとイギリスで国際反戦運動に参加している。1915年イギリスの歴史家シドニーロー教の娘アイビーローと結婚する。1917年ロシア革命が勃発すると一時ロシアに帰国するが10月革命後例人によって ソビエト政権の中英代表に任命される。しかし、1918年イギリス当局に宣伝活動をしないという英国滞在条件を不履行であるとの理由でゲオルギー・チチェーリンらと共に逮捕される。リトビノフラの逮捕は、当時、モスクワで反革命工作に従事したとして逮捕された領事、ブルース・ロックハートの一件、いわゆる ロックハートの陰謀に対する復旧であるとされる。結局、外務人民委員に就任したトロツキーが、英国政府に対し、チチェリンとリトビノフの釈放を要求し、イギリス中露大使、ジョージブキャナンお及びロックハートと交換の形で身柄を、ロシアに強制送還させた。帰国後、リトビノフは、外務人民委員部参与に任命され、以後、中エストニア公使ジェノバ、 ハーグ両国再会議の全権委員を歴任し、1921年以後は、ゲオルギー・チチェリン外相の下で、クレスチンスキー、カラハンと共に外務次官を務め、ヨーロッパ・アメリカ担当やヨーロッパ諸国との通商交渉に当たった。1930年、スターリンによって、チチェリンの公認の外相に任命される。外相に就任したリトビノフは、 前任者の父エリンが遂行してきた前輪外交と革命の輸出という二年外交からソ連と資本主義諸国との平和的共存に方針を転換する。この方針転換には例任後世界革命を主張するトロツキーに対して一国社会主義論を主張したスターリンの指示によるものであった。五可年計画による社会主義国家建設に邁進するため、 対外関係の緊張緩和が優先されたためである。1930年代のリトビノフの平和構成として特筆すべきことは米ソ国交回復とソ連を常任理事国にする国際連盟加盟が挙げられる。アメリカはロシア革命以来ソビエト連邦の承認を拒否してきたが、1933年フランクリン・ルーズベルト大統領就任時を位置にして、 国交回復に至り、ソ連からは、トローヤノフスキー外務次官が、中米大使として赴任した。国際連盟に関しては従来ソ連は連盟を、資本主義列強による、反社会主義同盟とみなして敵視してきたが、スターリンは連盟を、自らの一国社会主義論に必要な国際平和を、確保する機関として認識したことにより、連盟に加入する。また、ロカルノ条約で、 相互援助条約を結んでた、フランスやチェコスロバキアとフッソ相互援助条約、チェコスロバキアソ連相互援助条約を締結し、欧州のある一国から侵略があれば国際連盟規約第10条や第16条を適用すべく両国が諸手段を講ずるとした。さらにケロックブリアン条約にも参加。 1935年11月18日のイタリアのエチオピア侵攻に対する国際連盟規約第16条による初の制裁発動など1930年代を通じてリトビノフはマルセル・ローゼンベルクやウラジミール・ソコリンラソ連出身の国際連盟事務次長と連携しながら反ファシズム統一戦線のための集団安全保障外交を引き下げた。このか。 リトビノフは極東における国境紛争の沈静化などに落腕を振るった。第二次上海事変により日中戦争が本格的に勃発した時は嬉しくて我慢できないほどだったことをフランスのレオン・ブルーム副首相に伝えてる。ブルームによるとリトビノフは自分自身もソ連も日本が中国を攻撃したことをこの上なく喜ばしく思っている。さらにソ連は 中国と日本の戦争ができるだけ長く続くことを望んでいると語った。ソ連は第二次上海事変直後に第二次国境合作に動いた紹介石の南京政府と不可侵条約を締結して軍事援助を開始し、1938年9月30日には国際連盟は対日経済制裁、1939年1月20日には 対中国援助の決議を可決させ、日本包囲網も順調に構築していった。しかし、1939年5月外省を突然、解任される。リトビノ不解任劇の裏には、スペイン内戦への不解入政策やミュンヘン会談での、チェコスロバキアとの相互援助条約の保護などの英物の融和政策で、スターリンが英物への再疑心を募らせ、ドイツの構成に焦燥して、 軍事同盟を交渉してきた英,英物を尻けて締結した独ソ不可侵条約があった。ドイツを仮想的国とする外交政策を立案し、ユダヤ系でもあるリトビノフの存在は独ソ接近最大の敵とみなされた。リトビノフの公認に就任したビャチェスラフ・モロトフは、ドイツ外相、ヨアヒム・フォンディッペントロップとの間で条約締結に合意し、国際社会は驚愕した。 独ソの秘密議定書に基づく冬戦争でソ連は国際連盟を去ることになり、1941年にリトビノフは党中央委員を解任されるまでに至り、完全に影響力を失った。1941年6月22日、バルバロスサ作戦が発動され、独ソ戦が始まると、リトビノフは外務次官に復帰し、イギリスやフランス共和国臨時政府と、 相互援助条約を結ぶなど西欧との関係修復、及び軍事同盟に動いたスターリンとモロトフを補佐し、1941年から1943年まで中米大使も務め、アメリカとの関係強化に努めた。戦後はソ連外交では目立たない立場ながらも西側諸国との関係改善に力を注いだ。1946年8月外務時間などの 公職から退き、年金生活入りする。1951年12月31日、モスクワで自動車事故により死去。国葬をもって偶された。だが後に、ミコヤンは、あれは事故ではなく、スターリンが目論んだ陰謀だったと回想している。暗殺の原因は、中米大使時代の知人公館たちがリトビノフの別荘を訪問し、 リトビノフが対ソ連外交のやり方をアドバイスしたことだったとされる。ありがとうございます。